今日は8月の17日火曜日の朝ですね。今日はちょっと早く朝6時20分ぐらいなんですけれども、まあ、家を早めに出てですね、3区にある病院で PCR 検査があるので、そちらの方に今向かってます。会社の方から、まあ、1ヶ月に1回、PCR 検査行くようにというふうに言われているので、今日がその日なのでちょっと早めにね行ってます。ホーチミンの方もですね、日曜日かな、社会隔離 の厳格化、このまま9月15日まで行くというふうにですね、政府から発表がありましたので、まあ、この厳しいロックダウンの方がですね、ホーチミンも15日まで続くと思うとちょっとね気分がなえるんですけど、まあね、しょうがないですね。でベトナム政府としてはじゃあどうやって抑えていくんだっていう話なんですけども、まあ、9月の15日まで、まあ、約1ヶ月間、2つのフェーズに分けて、まあ、取り組んでいくっていうふうに言ってまして、まあ、重症化患者を減少させるですとか、ワクチンを国民の 70%、 あ、ホーチミン市内ですね、ごめんなさい、70% まで普及させるですとか、まあ、地区ですとか、場所によってですね、重症患者を減らすですとか、そういったまあ政策を、まあ、2つの段階に分けてやっていくようです。まあね、もう今までずっと外出をね自粛したりですとか、家で仕事したりですとか、まあ、レストランなんてもちろん空いてないですし、まあね、できる限りの行動制限をやってきた皆さんねだと思うんですけれども、それでもやっぱりねこのコロナの感染者減らないような状況なんでね、まあ、果たしてまあ正直どういう効果がこの1ヶ月あるのかっていうのがねちょっと、微妙なんですが、まあとりあえず耐えてね待つしかないと思います。まあちょっとあれですね、どんな感じであの人だけ止められたのかちょっと分かんないですけれども、ここも信号ついてないですね。あ、こっちはロックダウンになって初めて来ましたね。でもまあ朝なんでね、そらバイクの量も少ないと思うんですが、先週のね土曜日からなんかねすごく交通量はなんか増えたなって感じはしているんですよね。うわー、なんかすごい検問っぽいところがあるな、向こうに。果たしてあれはいけるか。この辺り冷番水はちょっとあれですね、すごいですね。こんな感じで右側の方はね規制線がずっと張られてますね。ここは冷番水ですけれども、徐々にね3区向こうに行くと、まっすぐ行くと、まあ、3区1区っていう風に入っていきます。うわー、ほんと久しぶりに来たからあれですね。あ、でもこの川のコンスチュンサーとかは行けるんですね。で今ここが冷番水から、チャンコプタ大通りの方に入りました。うわー、ほんと1ヶ月以上ぶりですね。これ右行くとキードン通りですね。
私今週大使館もね行かなきゃいけないので、この通りかな、多分通っていくかもかと思うんですね。これは左はあれですね、あれしてるんですね、検問がっちりしてますね。でコロナ、あの会社から言われてるコロナ検査場所っていうのも2箇所あって、1箇所目はね家から近いんですよ。でなのでそこに行ってたんですけど、何分なんかすごい混むんですよね。で待ち時間ももちろん多いので、ちょっと今日はね指定されてまた別の病院の方に行きます。この3区の方ですね。今病院の前に着きましたけど、そんなに並んでないですね。静かです。スタッフがいるんで良かったです。今申し込みもちょっとね終わったので、時間もあるんで、こっちの防犯団の方に歩いて、ちょっとどんな感じかですね。静か、まあ朝だからね静かですけど、本当はここであのカフェとかね空いてたらね、なんか飲みたいんですけどね。いや本当静かですよ。この辺りもねオフィスが多いんで、あの日本人の方ですとか外国人の方とかもねいらっしゃるんじゃないですかね。ここに確かね虎ノ門クリニックが確かあったのかな。私前になんか行った覚えがあるんですよね。その時にこの辺りはね歩いたんですけど、ベトナムの人はね朝早起きですからね、コロナ前なんてね6時7時前でもバイクなんてガンガン通ってましたし、ね、出社の人とかで。また私が住んでるタンビン区とはね違った感じですよね。あのシティボーイですね。1時半からねあの検査始まるみたいなんで、ちょっと待ちましょう。ですね、音声入ってなかったのでまたちょっと後付けで入れていきます。で見ていただいたようにあの PCR 検査ですね終わりまして、この時で午前の8時前ですね、ご覧の通りバイクも車ももうほとんどねない状態です。で通常であればね、もう出勤前で非常にね混んでる道だと思うんですけれども、こんな感じになっちゃってます。今日は PCR 検査だけで会社は行かずに、このままね家に帰るだけなので、その前に1区とか3区をですねちょっとバイクで回って帰ろうとは思ってます。でこのまままっすぐ行って各マンタンタムの方にね入っていきたいと思います。でこれちょっとあの前見えにくいんですけれども、まっすぐはちょっとね通りが封鎖されていけないので、これ左に曲がって各マンタンタム1区の方に入っていきます。でこれ左に入って各マンタンタム通りですね、ここもね交通量本当は非常に多い通りです。見ていただいている通りシャッターね沸き閉まって、交通量もねここ今の段階だとほとんどないですね。でこれ目の前ね走っている通り、これグインティミン街通りになりまして、ここも通常はすごくあの左折ができないぐらい躊躇するぐらい混みますね。これまっすぐですね、これ左ちょっと見えにくいんですが検問してました。でこれまっすぐ行ってもちょっとね怖そうな人が立ってますね。待て待て待てみたいな感じで、でも通れました、ありがとうございます。
それでこのまま直進してですね、一区の方にぐいぐい入っていきたいと思います。これ右ね、封鎖されてますね。やっぱ一区もね、結構ガチガチに封鎖しているような感じです。でここの目の前のところもちょっと見えにくいですけれども、公安の方と多分これ地区の警察かな、まあ、役所の人が立って、検問の方はしてますね。私もね、あのロックダウン後に、ここ来たのは初めてなので、ちょっとね車のなさにちょっとびっくりはしてるんですが、あ、ここですね。これレイロイとウィンチャイとあとカクマンタンタムがこう入り混じる通りですね。これ目の前に見えるのこれニューワールドホテルですね。5つ星ホテルになります。まあね、私はニャギーで結構です。でこれね、ちょっとぐるっていくんですけど、これ右行くとウィンチャイですが、結構あれですね、がっつり検問してますね。でこれ右行くと7区の方に行くんですが、そちらには行かずレイロイをね今回直進していきます。ここですね、先ほど言ったニューワールドホテル、スターバックスが1階に入ってます。これ確かスターバックス1号店だった気がしますね、多分。すいません。これね、これも見てください、ここ、こんな通りなんて見たことないですよ。1区のこの中心で本当に叫ぶしかないですね。はい、ここレイアンスワン通り入っていきました。この辺りはなんかすごくね、なんか高級そうな感じがしますね。なんかおしゃれ、シャレオツなカフェとかね、なんかブランチを食べるところがなんか多かった気がしますね。でホテルも非常にこの辺りは多いです。これ左を見たらですね、警察の方がね 4,5 人立って検問をがっつりしてたので、そちらには行かず右に曲がり、これレイトゥンチョン通りになります。でこれちょっとまっすぐ行くとですね、右側に見えてくるのが、丸亀製麺ですね。で左側にあるのが居酒屋のまんまるさんというところになります。両方のね店舗とも通常はすごくね混んでますが、今コロナなのでちょっとね閉店はしているかと思います。でね、この通りまっすぐ行くと、まあ、ホテル非常に多いです。あとアパレルのお店が多かった気がしますね。まあ、ホテルはね今コロナ禍なので休業しているお店がほとんどです。でシャッターもですね、この通り落書きされているところがねすごくね目立ちました。でこちら右に行くと皆さん大好きベンタイン市場があります。これねこのまままっすぐ行くとですね、ちょうどねこの突き当たりあの道ですね、ドンコイ通りですね。これ右に行くともうすごいこのなんだろう、もう高級なねもうすごい高いもう店が並んでますよ、とにかく。でこれ目の前見える高いビルがですね、これビンコムセンターですね。まあ、ショッピングモールですとかオフィス、あと住宅も一緒になってる、もうとにかくねもう高いビルですよ、とにかく高い、もうエンゲル係数がもうすごいですよ、ここは。でここをね突っ走っていきます。はい、ここレイドアン通りに入ってきました。ここの通りもですね、ホーチミン市内の中心の通りになりますね。でこれ右に見えてきたのがこれダイヤモンドプラザという、まあ、ショッピングモールになります。でこれ左が最後の大聖堂ですね。ちょっとね改修中で外観があんま良くないんですけれども、あの観光スポットになります。でここの公園はね、あのコロナ前はね非常に多くの人がなんか涼みに来たりとかこう歩いたりとか、まあ、ピクニックみたいな感じで食べ物持ってここでくつろぐ人もね非常に多くいました。でこれ目の前に見えるのがこれ統一街道ですね。ここもね観光スポットで非常に多くの外国人が訪れます。はい、ここパスター通り入ってきました。ここもねゲートがありますね。まあ誰もいないんでそのまま通り抜けます。ここパスター通りはねあんまりなんか寄るところがなかったイメージがあって、ジョリービーはありますね。
ここでまたボーバンタン通りちょっと戻ってきました。でここねさっき左行きましたけれども、右に曲がって家の方に帰ります。でここねカクマンタンタムです。これねあのパン屋さん、これトレジョール、なんかフランス語のねちょっとあのパン屋さんなんですが、そこね寄って買いたかったんですが閉まってます。でカグマンタンタンもねこんな感じでもう人がねほとんどいないですよ。バイクも通りもなくてねちょっと寂しい感じです。でこのまま直進をしていくと、これ右側に見えてくるのがこれ有名なホーティウ屋さんですね。ホーティウ南蛮美味しいです。ぜひね今度ベトナムに来られたら寄ってみてください。でこれカグマンタンタンのこのなんていうんですか、ぐるぐる回るこの丸いところ、ここに行く、ここで検問あってますが無事通過ですね。このまままっすぐ行って、これ左に行くとバータンハイ通りですね。これ右細い道はブロックされていけないので、そのままカグマンタンタンをね直進していきます。ここの通りもね本当にすごい混みます。あのねコロナじゃなければ一回夜の交通ラッシュ渋滞の時にここ通ってね、あのカメラでねどんだけ混んでるか撮りたかったんですけれどもね、今はもうそれはできないので、ちょっとね朝の8時過ぎのねカクマンタンタムの様子になります。こちらのねカクマンタンタムの通りはアパレルショップとか、あと靴屋さんとか、そういうお店が比較的多い感じがしますね。レストランはねあまりないです、この通りは。ここは結構がっつりですね、車も止まってなんかもうすごいことになってましたね。でこれね皆さんあのビデオを見ての通りですね、もうシャッターがもう閉まりまくってますね。まあ、朝というのももちろんあるんですけれども、終日ねこういったお店はオープンできないので、もうなんかちょっと異様だと思いますね。このままねちょっとまっすぐ、行きます。でここをね通ってたらなんかすごい警察公安の人がいてですね、よく見てたら何か酔っ払いの人がなんか口論してたみたいで警察沙汰にちょっとなってましたね。これずっとまっすぐ行ったらですね検問があってですね、はい止まりなさいということ でここはね結構長いこと聞かれました。いろいろどこに行くんだ、どこから来たんだとか、書類を見せろとか。でこれはねまあ、あの自分の職場の行く方向だったので、あの紙を見せて、これから仕事に行きますって、じゃあビザ見せろ、パスポート見せろですとか、いろいろちょっとね厳しく聞かれました。でこれ右にですね青い服を着た人が見られると思うんですけど、これね銀行で働いているあの警備員の人たちですね。まあ、あんな感じでですねもう医療服を着て、銀行の人もね対応していますね。はい、チュンチン通り入ってきました。この通りはねあの1区3区ですとかカクマンタンタムの方に出れますし、これまっすぐ行くと、まあ、12区北門ですとかそういった省に出れて、なおかつ本当にこれまっすぐ行くとですねカンボジアに行けます、国境ですね。ただ今日はねちょっとプノンペンカンボジアに行く時間はないのでね、このままね家にちょっと帰りますけれども、もしねトライしたい人がいたらこれまっすぐ行くと本当につけますから、その代わりケツがやられます。で家に帰る前にですねパンを2つ買いました。でベトナム の, あのフランスパンバンミーはですねもうすぐ売り切れますね。他の店舗にも寄ったんですが、もうすでに朝の段階で売り切れてました。でこの日のね PCR 検査の結果はですね陰性だったのでね良かったです。それでね今日はこの午前中ちょっとね早い段階でしたけれども1区3区回る機会があったので動画をねちょっと撮ってみました。今ホーチミンこんな感じに、ね、なってます。まあロックダウンねちょっと厳しくなってるんですけれども、なんとかね乗り切りたいと思います。ありがとうございました。